1991年自由民主党総裁選挙は、1991年10月27日に行われた自由民主党総裁選挙である。1991年10月4日、早朝、海府都市機首相は、同日9時に閣議を開き、閣僚たちに衆議院解散を求める決意した。ところが閣議を開く前に、金丸信らから解散を反対される。同日、 回復が G を固めると、竹下派会長の金丸は、会長代行の小沢一郎に総裁選立候補を促した。しかし小沢はこれを拒む。出馬断念の理由の一つに健康問題があった。小沢は、同年6月29日、心臓病が理由で、日本医科大学附属病院に緊急入院。循環器系集中治療室に運び込まれ、8月10日まで、 病院で療養していた。総理総裁という激務を考慮すればやむを得ない結論と言えた。同年10月5日、海部は記者クラブ、内閣記者会で総裁選不出馬を表明。総裁選には宮沢貴一、渡辺道を三塚博士の三者が立候補の意思を表明した。宮沢、三塚、渡辺三派は、竹下派が独自の候補を擁立するならば、 三派連合で対抗する構えを見せていた。しかし竹下派が独自の候補を立てないことがわかると一転してそれぞれ競って竹下派からの指示を求めた。小沢が自分の事務所で三候補と面接し、金丸、竹下る小沢三人だけの競技で竹下派としての指示候補が選定された。もともと金丸は宮沢とソリが合わず、また、 三塚の清和会会長継承の際に、加藤六月による抵抗の動きを、金丸、小沢が支援していた経緯もあり、一旦は渡辺に傾いていた。しかし、宮沢は得意の英語による会見のパフォーマンスを行い、これが交換されて、世論の支持が宮沢に集まったため、根虫商三者も宮沢を擁立することで合意した。10月11日、竹下八金休想会で、 金丸は宮沢氏を我が形成会が一致しておしたい。総裁選で絶大な支援をしていきたいと表明したが、拍手による承認の段取りであったにもかかわらず拍手はまばらだった。金丸が壇上から叱りつけた後に拍手が増えて、ともかくも竹下派としての支持は決定された。この場面を宮沢が勝利が決まった瞬間だったと振り返るように、竹下派の指示が総理、 総裁に直結した時代だった。同年10月27日、総裁選挙が実施され、宮沢が総裁に選ばれる。投票では、第4派閥の渡辺が予想を覆して120票を獲得して2位となった。竹下派の票が流れたと囁かれた。同年11月5日、海部は総理大臣を辞職。竹下派は、翌1992年10月、 金丸真の会長辞任をきっかけに小沢支持グループと半小沢グループに分裂。同年12月18日、羽田を代表とするグループ、改革フォーラム21が派閥として正式に結成された。1993年には自民党の分裂と野党転落まで引き起こした。渡辺は宮沢内閣で副総理、外務大臣になった。なお、 この総裁選で、加藤武樹は三塚を支持しなかったことから三塚派を除名され、後に加藤グループを旗揚げしている。ありがとうございます。